いよ。周辺の警戒につくよ。うん、コロちゃんは前、私は後ろね。お願い、シノちゃんはケンスケ様を、エイリカさんはクオン様の護衛を頼みます。心得ました。承知しました。先ほどの戦を振り返っていた。なぜだか少し引っかかるところがあったのでな。うん、だが言葉にすることができんのだ。ならばまずは一つだが、鬼とは知恵のない獣ではなく知恵を持った生き物だという認識に至った。いや、生き物というよりもっと正確に言えば人間と同じなのではないかという認識だな。その通りです。一度鬼と落ちてしまった魂はもはや救済することはできません。だからこそ安らかな死に誘ってあげることが一番の優しさなのかもしれません。鬼の動きを見て気づいたといえば、あの鬼たちはかなり統率の取れた動きをしていましたね。うん、鬼というより訓練された足軽を相手にしている感じだった。思い返してみると動きも獣って感じじゃなくて人のそれだったもんね。それもありますが、もう一つ鬼の動きを見ていて気になった点があります。これはあくまで主観でしかないのですが、鬼の動きはまるで連兵でもしているかのような定石に沿ったものでしかなかったと感じるのです。定石だと？はい、定石です。鬼の動きは戦術の定石に沿ったもの、いえその定石から外れたものがなかった、そう思えたのです。それはつまり知恵をつけた鬼の後ろでさらに知恵のある者が指揮を取っていったということですか？あくまで私の主観でしかありませんが、いくら知恵をつけたからといって鬼がいきなり戦術的な動きができるはずがないと思うのです。戦術とは古の武人たちが経験と研鑽と鍛錬を積み重ねた芸術のようなもの。多少の真似ならば知恵があればできるでしょうが、定石を使いこなすには戦術に精通していなければその効果を発揮することができない。ですが先ほどの戦で私が感じたのはそこではない。定石を机上にて勉強した者が定石をなぞることに一生懸命になっている、そんな感じがしたのです。うん、つまり背後に何者かがいるのは間違いないが、その何者かはあまり戦は得意ではない、そういう印象があったということか？そうですね、言葉にして説明するのは難しいですが、おおむねその通りかと。あとは鬼が大和歌を歌っていたという情報もありましたよね。大和歌だと？はい、お頭が村長さんから教えられたって。どういうことだ健介？
大和歌か。その歌がどのような歌なのか分かれば手がかりの一つになるかもしれんな。大和歌とは読み手の地の集合という側面もある。その歌がどのような歌かが分かれば敵がどの階級に属するものなのかの推測ができるやもしれん。その鬼が歌っていた大和歌について調べねばならんが、頼めるか。構わん。まずは現状の把握と上洛の準備に力を注がんとならんからな。都や大和にも鬼が出るという話もありましたし、伊勢に向かっていたような鬼も見かけましたからね。可能性はあるだろうな。だが効果的に対処する術を見つけるのが先決だろう。うん、頼りにしているぞ夫よ。抜かせ。暇ですね。やることがありませんね、私たち。お兄ちゃん、お兄ちゃん、今時間ある？なら行こう。三田村だよ。うん、まこっちゃんが三田村の復興作業を直接指揮することになったので、ついでだからお兄ちゃんもどうかなって。すぐに準備して半時もせずに出発するよ。三田村の調査もしたくはあるのですが、正直なところ時間を取れそうになく。しのちゃんと同じです。 S 面の副写が終わりそうにありません。20枚は作っておかないとならないので私も無理そうです。ごめんなさいお頭。では私が健介殿の護衛を務めましょうか。武領を囲っていたところですからね。喜んでお供いたしましょう。しろ。しましょう。
これぐらいなんとかなります、じゃなくてなんとかしますから大丈夫ですね、えコロちゃん。うん、それよりもお頭の護衛の方が私たちにとって大切な任務ですから。三田村の状況をこの目で見たくもあります。よって私たちが同行することは決してやましい理由ではなく正当な選択であると断言いたしましょう。じゃあケンスケ隊のみんなも参加だね。イチ、我も行くぞ。え、お姉ちゃんも？でも危ないかもしれないよ。構わん、ケンスケがいる。お、お姉ちゃんがそんなこと言うなんて。さては昨日なんかあった？何もあるわけなかろう。まあいいけどね。じゃあみんな参加ってことで。お世話になります。こちらこそだよ。じゃあお兄ちゃん、準備が終わり次第正門に集合お願いね。以上に被害が大きいな。はい、幸い田畑の被害は少ないようですが、水がなければどうにもならない。ですから新しい井戸を掘ることが最優先です。そのためにあの衆も連れてきています。彼らに任せておけば安心でしょう。為政者としてはまだまだで。別に僕は特別なことをしてるわけじゃないですよ。僕なんて兄様の手本になんてなれないと思いますけど。ケンスケには祭りごとを任せておらんからな。交互こやつが務めをこなせるよう教えてやってくれ。姉様がそうおっしゃるなら。では兄様、今日は僕のそば使いとして付き従ってください。まこっちゃん張り切ってるね。それはやっぱり頼られると嬉しいからさ。うん、そういう優しいところイチは好きだぞ。僕もイチのこと大好きだよ。なんだ、で、とは。うん、鬼のことももちろんあるが、それ以上に大切なことを見ておかねばならんのだ。鬼に接した民の様子だ。当たり前だ、我を何だと思っている。とはいうものの、幼き頃市井で暮らした経験があるからこそなのかもしれん。幼き頃は足軽や馬乗りの次男坊どもを集めて
河原で合戦の真似事をしておった。他にも不らち者を成敗したり、悪徳商人を拉致して脅したり。だからこそ民たちが鬼をどう捉え、どう考えているのかを知っていなければ、守ることも慰めることもできん。我はそう考えている。優しい？我がか？そんなはずはないぞ。うるさい。あゆ追従は嫌いだ。お待ちしておりました。まずは人の差配をしようと思います。最優先はあの衆による井戸掘り、次に家屋の建設ですね。そうですね、それも必要だけど、まずは生活ができるようにしなければならないと僕は考えています。はい、共に力を合わせて三田村を復興しましょう。兄様にはいくつかの組をまとめていただきたいのですが、お願いできますか？ありがとうございます。ではまずは村の状況を把握するために絵図面を見ながら説明を。一、健介を助けてやれ。え、一が？それは別にいいけど、お姉ちゃんは何をするのさ？我は復興の様子を観察しようと思う。みんなの表情を観察するの？お姉ちゃん、子供の頃と同じことしてるね。確か、次年に浮かぶ表情にこそ、百万言に勝る真実が現れる、だっけ？我は武家であり、織田の当主だ。ことの葉が濁るのも仕方なし。身分の違いがあるから素直には言ってくれないっていうのはわかるけど、じゃあ一の親衛隊を護衛につけてあげるね。クロ、そういう時はありがとうだよ、お姉ちゃん。ありがとうだ一。はい、よくできました。それじゃあ一はまこっちゃんを手伝ってくるから、お姉ちゃん、なんかあったらすぐに呼んでね。うむ、行ってくるがよい。行ってきます。ひよっころしの位置についてきて。お供します。はい。どうした金冠、貴様はいかんのか？クオン様お一人で大丈夫かと心配になったもので。賊ごときに遅れは取らん。しかし万が一鬼が出たら。鬼か、鬼が出たら逃げる。逃げるのですか？叶わないのなら逃げる、叶うのなら戦う。それではまずいか？いえ、
とても素晴らしいお考えかと。武功は物の符が誇るものだが、武家の棟梁は物の符に武功を立てさせることだけ考えておけばよい。我はそう考えている。しかり、やはりクオン様は聡明であらせられますね。よい、行け金冠。貴様の仕事は我の護衛ではなく三田村の復興であろう。御意、では失礼いたします。はかどってる。お兄ちゃんもキビキビ動いてるし、なかなか筋がいいね。そりゃあそうですよ、一様。なんたってお頭は健介隊のお頭なんですもん。ご本人はいつも謙遜されますが、あの方はとても聡明ですよ。乾いた土に水が染み込むように教えた知識を覚えていく。まこと教えがいのある方です。お頭ってさ、物事の真意をパッとわしづかみするときあるよね。私たちと違って育ちがいいからなのかな。あの方は基本的な知識をすべて持ち合わせていますからね。おそらくはその応用ではないかと。応用ですか。なるほど。しかし相変わらずよくわからない方です。なんでなんで、どうして。お頭は優しくて頼りがいがあって勇敢で、でも私みたいな身分の低い者にも心を砕いてくれる、とってもすごい人だよ。出た、ヒヨのお頭さんび。まあでも私もヒヨと同じような気持ちだし、同じ穴のってやつかな。だよねだよね、そうだよね。ねえ、しのちゃんもそう思うでしょ。面倒くさい人だと思っていますよ。もうしのちゃん素直じゃないんだから。そんなことはまああるかもしれませんが。いいねいいね、そういうお話一話してみたかったんだ。そういうお話、ケイスケ隊のみんなと乙女談義。アザイカチュウは武闘派が多すぎてそういうのできないし、それにイチのそばにはさ、子供の頃からそういう話ができる女の子ほとんどいなかったんだよね。だからちょっと憧れてるんだ。おイチ様の周り、でもクオン様がいらっしゃったじゃないですか。お姉ちゃんと乙女談義できると思う？いつの間にか政治談義になってるに10巻もかけてもいいよ。じゃあユイナ様は？ダメダメ、ユイナお姉ちゃんはクオンお姉ちゃんにぞっこんだもん。乙女談義がお姉ちゃん談義になっちゃうよ。あとは、あ、三月様は無理でしょうね。三月となら肉体言語で話す方が好きだしね。肉体言語だからさ、ケイスケ隊のみんなで乙女談義がしたい。ねね、いいでしょ。いや、しかし復興作業もある以上あまり遊んでいては。お兄ちゃんとお姉ちゃんの進展具合とか聞いてみたくない？伺いましょう。しのちゃん代わりに早い。お仕事どうするの？仕事ならばすでに効率的に進行するための分析は完了しています。話に一刻使ったとしても残りの2国で全てを終わらせることが可能でしょう。なんという能力の無駄遣い。では問いますが、ヒヨ、コロ、あなた方は気にならないとでも？それはもちろん気になるに決まってるじゃない。ならば我らは同じ穴の無事な。恋も戦も
情報を制する者が全てを制するのですよ。なるほど、勉強になる。いや、矢立て取り出すのはやりすぎだから。それさ、シノも乗ってきたことだし、みんなで乙女談義を楽しもう。皆さんお若いですね。何言ってるの、エーリカさんだって花の乙女なんだから、一緒に談義談義だよ。お付き合いいたしますわ。やった、それじゃあ向こうでお仕事しながらみんなでお話ししよう。みんなで楽しく乙女談義、そのようなことができるとは思ってもいませんでしたが、きっとこれも。ありがとうございます兄様。いえ、少し作業が難航していまして。はい、実は。はい、村人が半数となってしまった以上、もし次に鬼に襲われてしまえば村は壊滅してしまいます。気持ちはわかるのですが、他の村に移住させるのも手なのですが、その場合既存の村人たちとの軋轢が出てしまう可能性が高い。鬼に家族を殺され、悲しみを背負っている者が多い中、移住させることが果たしていい判断なのか。残った村人のおよそ半数、100程度です。残りの120ほどの村人は村に残るそうなのですが、地図ですか？ええ、持っていますが。位置も呼びましょう。